今日は千葉大学の学生さんにですね、日本においてイスラムがどういうふうにね、日本人に感じ取られているか、論文を読んでいただいて、その感想をですね、伝えていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。実際どんな論文を読んでたんでしたっけ？小林さんの2019年の論文で、日本人の宗教意識や構造はどう変わったのかという論文です。宗教を信仰している人が何パーセントくらいいて、また伝統的な日本の価値観としてが、お天道様が見ているっていう意識がなんか薄れてきているとか、あと自然に宿る神っていうのもっていう意識も減少していることであったり、宗教に求めるものがどうか変化しているのかとか、宗教に危険性を感じている人が多いということ、あと最後に宗教別の関心としてイスラムについても書いてあって、イスラム教に関しては否定的なイメージを持っている人が他の宗教に対して比べてみると多くなっていること、また宗教は平和より争いをもたらすっていう回答にて、そう思うって答えた人が多かった。全体が1466人で、そう思うって答えた方が635人。ああ、 40% ぐらいかな。やっぱりなんかこうメディアでどういうふうに報道されるかって、まあその普段生活してる中でイスラムについて勉強することもあんまりないですし、その事件のイメージのままになっちゃうのかなって。あのメディアのニュース抜きにして、本当にそのイスラム自体危険なんだろうか。いや、宗教自体何かを信仰すること自体は危険ではないと思うんです、実際になんかここに来ていろんな方の話を聞いてて、もう何か自分の中で信じるものがあるってことはすごい、まあ、なんか生きていく上で必要なのかなっていうふうに思ったりもしますし、それが危険なことにつながるとは思わなくて、ただなんでしょうね、それを利用する人たちとかがいるのかなっていう印象です、なるほどなるほど。平和よりその争いだっていうその意見があったんですね。その点はどう思いますかね。絶対そんなことはないと思うんですけど、どうしてもそういうイメージになってしまうのかなって、あとはその宗教心が強いと不寛容になる、それはどうですかね。それも私ここにこのモスクに出入りしてて感じることはないんですけど、やっぱりこう何も知らない人たちから見るとイスラムってすごい戒律が厳しいとか、規則がすごい、毎日お祈りしなくちゃいけなくてみたいな、食べれるものとかも決まっていてっていう、そういうイメージがやっぱりあるのかなと思ってて、そこからなんか不寛容っていう風になってしまうのかなっていう。もう一つの論文は棚田さんと岡井さんの2011年のもので、外国人に関する意識調査、岐阜市を対象にした報告書になっています。大きなマスジドのある岐阜市で、岐阜市の住民の方が外国人住民に対してどういう意識を持っているかっていうのがアンケート調査を行っていて、外国人との交流っていう部分だと 53% が外国人住民との付き合いはないっていうふうに答えていたり、今後どういうふうに交流したいですかっていう質問に対して、ある程度交流したいって答えた人が 57%、で、あまり交流したくないって答えた人が 22% で、外国人との交流で感じることで言葉の問題って答えた人が 76.9%、で、生活習慣の違いが 55%、外国人も日本語を使用するべきだって答えてる人で、やや賛成に答えてる人が 59% で、外国人政策については子どもの学校教育の充実化で賛成が9割、同じく日本文化と日本語を学ぶ機会を増やすっていうのも賛成が9割、外国人理解の政策に関して、交流機会の充実に関しては肯定的な意見が85% 前後、で、国際理解教育の充実に関しては
9割が肯定的な意見、うんうん、最後ムスリムとの交流とイスラム教に対する意識、うん、イスラム教に対するイメージの部分で、うん、イスラム教は先進的な教えである、あまりそう思わないって答えた人が一番多くて 63%、うん、イスラム教は教えが厳格であるに対してとてもそう思う、ある程度そう思うっていう合計で 64%、うん、イスラム教は寛容な宗教であるに対してあまりそう思わない、そう思わないと答えた人が 75%。 75? はい、うんうんうん、でイスラム教は攻撃的な宗教であるに対してとてもそう思う、ある程度そう思うと答えた人の合計が 40%、うん、でイスラム教は平和を重んずる宗教であるに対してあまりそう思わない、全くそう思わないの合計が60%。 イスラム教は家族を大切にする宗教である、そう思うって答えた人の方が多かった、うん、ムスリムの知人がいるかどうかって、うん、で知人はいないと答えた人が 89%、うん、イスラム教に関して最もよく耳にする内容は紛争や事件についてが 56% の人が紛争や事件について最も耳にする、はいはい、募集団は何人ぐらいに集団はアンケートしたんだろう、999名に送って、はい、回収数は446、うん、年齢としては一番多いのが60代以上が 26%、はい、でその次が50代の 23%、はい、その次が40代で 18%、うん、次30代で 17%、20代が 10%。 なるほど。モスクを知ってはいるけど、うん、行ったことはないっていう人が圧倒的に多かったと思うんですけど、うん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 、言語の心配があるから外国人にもある程度日本語を喋れるようになってほしいっていう部分はあるのかなって思います、ね、そうだね。だから言語がわからないっていう不安があるから交流もできない、でムスリムとの知人も9割の人が持ってない。そうですね、私自身の経験で言うと、うん、はい、やっぱりこの年末ぐらいからだんだんこうモスクに何回か来ていて、その中でいろんなムスリムの方とこう、まあ、話はしたりしたんですけど、その中でやっぱりちょっと印象が変わったっていうか、私もどんな人たちなんだろうっていうなんか不安とかもあったりして、でも実際会ってみたらそんな全然身構える必要とかはなくて、丁寧にいろんなことを教えてくださったりとか、うん、普通の人って言うとなんかあれですよね、うんうん、なんかそんな身構える必要なかったなって思うことがあったんで、うん、私は交流して変わったなって思うんですけど、うん、まあ、他の人たちもそう思う方はいるかなっていうふうに思います、うんうんうん。この動画をご視聴いただきありがとうございました。ジャザクマラホカイラン。イラリカ。アッサラムアレイコムワラハマトラヒワバラカトゥ。